はい、こんにちは。今日は、筋トレの動画になります。去年の、12月、下旬くらいにダンベルを使った筋トレを始めて3ヶ月半くらい経ちます。なので今日は、筋肉がついたってか、筋肉がついたのかっていうか、体が変わったのか、筋トレをやって見比べていこうと思います。パンプする前の、体の状態が、こんな感じです。じゃあ筋トレやっていきます。次前腕。いや、体使っちゃってる。次はキックバックを2セットやります。よいしょ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、次は肩トレやっていきます。ダンベルショルダーとサイドレーズをやります。よいしょ。はい、で次肩トレラストでサイドレーズやります。サイドレーズはダンベル10キロじゃなくて7キロに変えてこうやっていきます。では最後に、最後っていうか、もうそろそろ筋トレ終わるんですけど、プッシュバーを使って腕立てを、いつもだいたい30回の日もあれば、50回の日もあるんですけど、今日は、とりあえず50回やります。はい、ラスト10回。はい、やばい、今日ダメだ。最後にいつもスクワットを、普通のスクワットを30回とダンベル10キロを持ってダンベルスクワットを20回って50回ぐらいやるんですけど、これも、さっきプッシュアップバーと一緒で、やる日もあったりやらなかった日もあったりって半々の感じです。最後にスクワットやって今日は筋トレ終わります。1、2、3、4、5、6、7、8、9、よっしゃ、ラスト10回です。2、3、9、10、OK、終わり。はい、ということで、筋トレ3ヶ月目の3ヶ月半ぐらいなんですけど、ダンベルの筋トレを始めて、この3ヶ月間は、今日やったこのメニューを、最初の1ヶ月目は毎日やってて、2、3ヶ月目からは、筋トレは週3、4ぐらいでやってました。で、自分は、自分の動画を見てくれてる人はわかるんですけど、ボクシングをやってて、ボクシングで体を絞る、脂肪を落とすって感じでダイエットしてて、で、筋トレは、体作りっていう感じで筋肉をつけるために今やってます。だけど、この3ヶ月半、ボクシング始めたのも3ヶ月半前ぐらいなんですけど、ダイエット始めてからは、自分の別の動画のボクシング始めてからの体の変化を記録っていう動画を、3ヶ月目の動画を見てくれてる人はわかると思うんですけど、本当にダイエット始めてからは筋肉量は減ってるんですよね、逆に。筋肉量が落ちるのはダイエットの宿命なんですけど、今こうやって自宅でダンベル使って筋トレをやってるおかげで筋肉量を、実際落ちてるんですけど、そこまで落とすことなく、体作りっていう感じで、いい感じにできてるかなって思います。で、これからの、筋トレについてなんですけども、今日の動画を、見てもらった通り、いつもこうやってクタクタになりながら筋トレやってます。3ヶ月半筋トレ続いてるんですけど、筋肉量は増えてないんで、いつまで経ってもダンベル10キロでもうめっちゃしんどいみたいな感じなんですよ。で、あと、これからは、体全体を筋トレするんじゃなくて、部位ごとに分けて、筋トレをやっていこうかなって思います。で、あと、今までは、お金がなくて、
働いてなかったんでお金がなくてプロテインを買えなくて飲めなかったんですけど、まあ、これからプロテインを買って飲んでいこうと思います。であと食事面もちゃんとタンパク質を、体重かける 1.5 から2倍ぐらい取れてなかったんで意識して、これからはね、まあ、筋肉をつけることを意識してそういうプロテインだったり食事面もしっかりやっていこうかなって思います。それではまた筋トレ動画もちょくちょく出していくんでよかったら、見てください。ご視聴ありがとうございました。